こんにちは。今日もドラゴンクエストタクトやっていこうと思います。よろしくお願いします。本日の動画は、明日追加のイベントが実装されるので、ミルドラース実装が決定しているというところで、それまでに、要は今日やることですよね。やっておくことを、一応僕なりにまとめてみました。で、ちょっとやることがいっぱいあるので、普段は右側に今日の内容というのを置いているんですが、今日は左側に持ってきています。で、今日やることっていうと、もう変わらず、ジャミの凸を進めていくというところと、闘技場ですよね。闘技場今回長いので、一応、後で見ますけど、闘技場、僕は、いいか。後にしましょう。で、あとは、ブオーンを毎日一回はやって おいた方がいいんじゃないかっていうのは、前の動画でもお話ししているので、今回は、詳しくは話しません。で、あともう全部それまで終わったって方は、ジャミの貫突が終わったっていう方は B キャラの低い鳥の凸を進めていくっていう感じでいいんじゃないでしょうか。で、あと CD ランクについてと、あとはランクアップ素材を回るところっていうのは後で、説明しようかなと思います。今日はこんな感じで動画を進めていこうと思いますので、よろしくお願いします。僕の動画では完全無課金で1年間遊ぶことを目標に情報を発信していますので、興味があったらチャンネル登録はどっちでもいいです。それよりも低評価はたくさんください。お願いします。昨日出した動画、おい運営っていう動画なんですけど、適当に喋ってるだけなんで、台本とかもないですし、動画にしようと思って急遽回しただけなんで、適当な動画だったんですが、いい感じで低評価がついて嬉しくて、もう涙がちょちょぎれそうです。ありがとうございます。毎日低評価をとにかく低評価をお願いします。さあ、というところで、まずはちょっとメニューというかお知らせが来ていたので、お知らせを見ていこうかなと思います。今日ちょっと回線の調子が悪くて途中でブチッと切れるかもしれませんが、のでちょっと早口で喋っていこうかなと思います。まずは重要なお知らせのところで、正月おみくじクエストに行って不具合が出ているそうです。で、これ特に、なんていうかな、不具合、ジェムがもらえるはずなんですが、もらえないっていう現象が起きてるそうです。で、これは全員ではなくて起きる方がいるみたいな感じなんで、で、それに対しての保証はまたしますよっていうふうに書いてるので、気になる方はここ読んでおいてください。お知らせのところにあります。で、もう一つ、アップデート、アプリのアップデートがされていますので、多分今遊んでる方だったら自動で更新、されてると思うんですけど、アップデートされてるみたいです。更新内容っていうのはこんな感じで、特に、ないですね。ないと思います。気になる方は読んでおいてください。で、もう一つ重要なところで、もう一個あったと思う。現在確認している不具合っていうのが、更新されているんですが、ここは僕はもういつも、いつ見ても見にくいんですけど、ここだけはちょっと読んでおいた方がいいかもしれないです。現在確認している不具合っていうところがあるんですけど、ここで、必須の仲間が編成されていませんって表示されるっていうなんか不具合が出ているそうなんですよ。ビアンカ、フローラ、デボラのところで。で、別のクエストで該当のキャラクターを編成してクリアすることで解消されますっていうふうに書いているんですが、ちょっとこれ、よくわからないので、この文字を読んだだけでは。別のクエストでって書いているので、多分ランクアップ素材のクエストとかを、回ればいいんじゃないかなっていうことだと思うんですけど、やってみてください。もしくは英雄クエストなんで、優先順位としてはそんなに高くないので、後回しにしてもいいと思います。続いてなんですが、まずはジャミの凸というところで、一応僕の進捗はどうでもいいと思うんですが、一応これ話しておくと、一応貫突は終わりました。昨日時点で終わって、ジャミの貫突が終わっ
して今は B キャラの低い鳥を回ってます。 B キャラ回ってますね。うん、まあ今回はドロップ率は良かったと思います、体感的に。まあでも個体差というか個人差っていうのはあるかもしれないんですが、まあ一応僕は終わったので、まだの方は、今日頑張ってできるところまでやっておきましょう。イベントの期間を見ると長いじゃないですか。丸々1ヶ月というところで今月いっぱいまであるので、今日貫突が終わらなくてもチャンスはあると思うんですよ。スケジュールを見ていると明日から追加されるイベントっていうのはまずはこなしていく。一旦この第1回目の12月31日からスタートしているイベントで終わっていないところっていうのは一旦置いておいて、明日追加されるところをまずは進めていく方がいいんじゃないかなと思います。で、16日のところでどういうまあ追加があるのかはちょっと分かりませんけど、ここから第1回目スタート時点で終わっていないことで、1回目の追加、明日からの追加されるイベントで終わっていないところっていうのをもう一度僕、まとめようと思いますので、そこで進めていけばいいんじゃないかなと思います。なので、明日からっていうと、まあ、ボブルの塔の方にスタミナを割いていくのがいいんじゃないかなと思います。うん、あ、まあその前にイベントクエストの4章5章っていうのを、まあどれぐらいの難易度かちょっと分かりませんけど、1章から3章の感じでのまま続いてくると思うので、そんなに難しくはないとは思うんですけど、まあ今回のイベントから始めた方はなかなかちょっと難しいかもしれないですけど、まあとにかくイベントクエスト4章5章を進めていって、ボブルの塔を進めていくという感じで明日からは進めていけばいいんじゃないかな。明日から15日の夜までは、うん、と思いますので、まあ今日はできるだけジャミの凸を進めていくという感じでしたらいいんじゃないかな。で、闘技場なんですけど、闘技場今回長いので、僕はずっと真ん中のところで、初日が確かね、初日の1回戦目がなんか強い人ばっかりだったんで、3段目の方と戦ったような気がするんですけど、まあまあそれはどうでもいいんですけど、今マスター2まで上がってます。ずっと真ん中のところ戦っていて、マスター2まで上がっているので、ひょっとすると今回、次の階級まで125ポイントで昇格できるんで、マスター1までは上がれそうな感じがしています。とにかく勝たないとポイントが加算されないので、引き分けとかもないですし、勝つか負けるかで、負ければポイントゼロで、勝てばポイントが入るっていうだけなので、ターン数とかもそんなに気にしなくていいと思います。うん、とにかく勝つことだけを考えればいいんじゃないかな。うん、味方が倒されるってのもありますけど、それでポイントも変わってきますけど、倒されたって結局最終的に勝たないとポイントは入らないので、その辺もう本当に勝つことだけ考えればいいんじゃないかな、闘技場は。って感じです。で、ブオーンのところ行きますか。ブオーンはもう僕は今ハードのところ回っているんですけど、想像以上に強いですね、ハードは。びっくりした。で、全然減らない。昨日と今日2回やって、17% しか減っていないです。まあ、ノーマルのブオーンと同じパーティーで行っていたんですよ、初戦は。でもちょっと、これはまずいなと思って、身代わり使えるキャラクターで行ったんですけど、まあ、そんな感じです。1日、10% 行くか行かないかぐらいなんで、まあそんな感じで、とりあえずハードは1回だけ倒そうかな。もうこれ倒すだけでも多分10日ぐらいかかるんで。うん。とりあえず今のところは、ブオーンのハードを、毎日のミッションを消化するっていう感じですね。ミッションのイベントのところに、超巨大ボスバトル、ブオーンを1回プレイするっていうミッションがあるじゃないですか。これを消化するためだけに僕はブオーンは今やってます。ランキングはもうそもそも興味ないので、ランキングに興味ある方は、まあ、どんどん、どうにか頑張ってやっていくのがいいんじゃないでしょうか。うん、で、B キャラの、次は B キャラの低い鳥なんですけど、まあ、これは、ジャミが終わってる方ですよね。うん。僕は、B キャラから行ってます。
で、B キャラから行く理由としては、先ほども少しお話したんですけど、16日以降で、終わってないところっていうのは多分できると思うんですよ。こっちに、スタミナ触れると思うので、その辺で B キャラ、C キャラ、D キャラっていうのは進めていけるんじゃないかなっていうふうに、昨日ちょっといろいろ考えてて、いけるんじゃないかなって今は思ってます。で、僕は低い鳥を今回り出して、今日からですね、今日の朝から回り出した感じですね。まだ3体しか落ちていないので、まだまだ遠いですね、貫突までは。まあこれは貫突できる、できないっていうのはもう、できればしたいですけど、B キャラなんでドロップ率が悪いので、このイベント期間中にできればしたいんですが、まあどこまでいけるかわからないので、そんな感じですね。B、C、D のキャラクターはそんな感じ。で、最後にランクアップのところでメラって書いているんですけど、ミルドラース、実装される発表があったじゃないですか。これですね。ミルドラース。で、おそらくメラゾーマとか、まあメラ系の、技を覚えると思うので、まあ、ランクアップはメラのところを、まあ、ガチャ回す人はですよ。僕は回さないので、今回のミルドラースは。で、花嫁ガチャ、年末というか、末からですか、年末から、3体実装されてて、結構ガチャに、まあ、課金してる方も多くて、このね、ついこの間先週実装、新しいキャラが追加されたばかりで、今週まだミルドラース追加というところで、まあ、なかなかそこまで課金、まあね、する人もいるとは思うんですけど、どうかな、あんまり今回のガチャっていうのは、ミルドラースのガチャっていうのは、そんなに回す人はいないんじゃないかなって気がしてます。普段に比べたらね。それはもちろん回す方もいると思うんですけど、ミルドラースがどうしても欲しいかって言われたら、そんなことないと思うんですよ。で、この後、5のイベントで言うと、最終裏ボス的なエスタークも控えてますし、シドだったかな？シド。なんだったっけ？忘れたけど。あれも、もしかしたら実装してくるかもしれないってことを考えると、まあちょっと様子を見てから回すっていうのでもいいんじゃないかなってところで、まあ昨日もまあ愚痴というか、緊急で撮った動画でも言いましたけど、ミルドラースのしかも第二形態を SP ガチャに実装したっていうのはかなり失敗なんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね。まあ巨大ボスで引っ張っていって、満を持して 2年目とか、まあ、ね、3年目まで行くとちょっと引っ張りすぎな気もするんで、2年目の5イベントの時に、まあ、応じして実装っていう感じの方が良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、今回はその、次につなげるための、まあ、布石を打っておいて、次回、来年、2週目に行った時に回収するっていう感じで良かったんじゃないかなとは思うんですが、まあまあまあ、それは運営さんのやり方なんで、一ユーザー、しかも完全無課金でやってる僕がどうのこうの言うことではないんですが、まあ、どうですかね。ちょっと今回は、ガチャのペースが、まあ、タクトは今に始まったことではないんですけど、ガチャのペースがかなり早いので、どうなんですかね、っていう感じで僕は思ってます。まあまあ、そんな感じで今日は本当に特にやることをも、やることというか、情報も、新しい情報は今のところないんですよね。ただまあ、ゴンズと、これですね、ゴンズとミルドラースが実装されますよという情報が上がってきてて、今日、もう少し詳しい、まあ、技の感じであったりとか、まあ、もう少し情報が出てくるのではないかなとは思っているんですが、まあ、それはその時で、まあ、何時ぐらいになるか分かりませんけど、この後、15時以降とか18時以降に出てくるかもしれないですね。まあ多分何かしら、次の実装前日ですからね、何かしら情報が出てくると思うので、また、情報が上がり次第動画出そうかなと思うんですが、まあただただ今日はちょっと回線の調子が本当に悪いので、編集というか、録画して、
アップロードするっていう感じだったらもう今日はしないかもしれないです。はい、まあそんな感じで今日やることっていうのは左側にまとめていますので、まあメインとしてはジャミの凸を進める、あとは闘技場を回っておく、でデイリークエストを消化のためにブオンを一回戦っておくという感じでいいんじゃないでしょうか。それも終わってるよっていう方は B キャラ低い鳥、 CD キャラと、あとミルドラスガチャ回す方はランクアップ素材でメラ属性の素材を拾っておけばいいんじゃないでしょうか。はい、という感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。次回もお楽しみに。それではバイバイ。